皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日は新商品というか新入荷ですね、のご紹介でございます。これこそね、冬の北海道ならではだろうし、うち以外の店だとこんなのあんまやんないだろうなっていうような、やつが入ってまいりました。シュワルベのねスパイクタイヤで、マラソンウィンターですね。マラソンって名前つかなかったっけ。どうしてかな、もうマラソンウィンターですね。マラソンウィンターのプラスというやつが来てます。で、今まではねマラソンウィンターって20インチの 1.6 はあったんですけども、さらにそのプラスですね、太くなりまして、2.15 っていうね、なかなかなサイズのやつが入って、スパイクピンもちゃんとついてますというのがやってきてくれました。で、やっぱ車輪が小さくなる。で、接地面積も小さくなる。ということは、幅をね、ある程度出してあげないと、やっぱ浮力が出しにくいので、特に冬の札幌とかだとやっぱちょっと難しいなと、1.6 ではね、思ってましたけども、それをちゃんと穴埋めしてくれるような形で、物が来ておるというのは素敵なことだなと思いますし、こういうようなね、タイヤがこう出てきてるっていうね、今まで商品としてなかったんですけども、そういうのが出てきてるっていうことは、おそらくですね、ヨーロッパとか、あっちの方では、車輪の小さい自転車。で、これよく見るとですね、いわゆる E バイク OK って書いてあるんですね。で、電動アシストとか、ああいうような出力特性のあるような自転車で車輪が小さくて、タイヤ太くした方が結構いいんじゃねと。っていうような切り口の、ものの考え方をする人が増えてきてんだろうなというふうに思います。で、これうちでね、ちょっとやってみて、まあ、実はお客さんがね、ちょっと興味あるということでもありましたんで、撮ってみたんですけど、できればですね、ここに後ろに見えてます。ボタニの F3 ですね。これに、このタイヤをちょっと組み合わせてみてですね、深雪の中とか突っ込んで電動アシストで二輪駆動ですねさせたらどうなんのかなっていう、それもちょっと見てみたいなという気はあります、正直。で、ね、その辺の26のマウンテンよりよっぽどいいんじゃねえのっていうような推測も成り立つわけですし、うちはねちょっと残念ながらそんな経済的な余力がないので、あれこれは難しいと思うんですけども、できればね、BS のアンジェリーノとか、前輪駆動のね、20インチのママさん自転車って結構 BS から出てますから、あれを持ってらすでに持ってるぜという人に、このタイヤをですね、入れてもらって、で冬のねいわゆるママチャリですよね、でもう無理だろうと思われていたものでぐいぐい走り回るとかいうようなことがひょっとすっとできたらすげえことだなぁと。ね、冬の札幌の自転車シーンにひょっとすると革命を起こすかもしれない。と、無双させていただいております。